中島 G8N 連山連山連山は太平洋戦争で大日本帝国海軍が計画した4発陸上攻撃機。1943年に大日本帝国海軍が中島飛行機に依頼したが資源不足から中止になった。略符号は G8N 連合軍、コードネームはリタ。1943年7月27日に 兵器名称付与標準が改定される以前は、18、私陸上攻撃機内市、18市代行、以降は、姿勢連山と呼称された。連山は、戦時下の開発、製造となることから生産性や整備性への考慮として、特殊な加工を要する、構造材や、部品の数を抑え、採運で採用された厚いた構造を導入して、胴体や、 主翼の製造に要する縦通り材やリベット数を削減した。また、高速力が優先されたことから、機体は空力的に洗練され、主翼は面積を小さくし、翼面荷重を正規状態で 250kg マイメートルに、蟹状態で 300kg 平方メートルと当時の日本軍用機としては大きく、設定したため、離着陸時の高揚力装置として、 親子フラップを導入している。爆弾搭載量は、同時期に計画、試作されていた1.5トンや2トンの大型爆弾、巨雷も2発搭載可能な最大4トン、長距離に進出して攻撃を行うことから、航空性能と防御力を重視して、排気タービン火球機や動力銃座を搭載、防弾装備も施すなど高速かつ重武装を施した機体となるものであった。 レンザンは1941年に中島飛行機で試作、初飛行を行ったが、重量増大や動力系の問題から性能不足とされ、攻撃機としては、不採用になった大型陸上攻撃機、深山の経験や、海戦後南方で露覚したアメリカ陸軍航空隊の B-17 爆撃機を解体、調査して得られた情報や技術を参考に、設計されている。 深山の反省から機体の重量管理が計画当初より徹底され、機銃配置は一式立行と同じく B-17 と同一となっているが、より新型のものに順じてみ、社会や空力的にも良好な重座となった。降着装置も宮間のを引き継いだ全車輪式を採用していた点が技術的な特徴となっている。 アメリカ軍に露格された連山国ピット1942年に海軍内部で開かれた技術会議の席上で速力360ノット、航続距離6000海里、爆弾は最大4トン搭載可能な遠距離攻撃機の要求がなされ、同年12月末に海軍から中島飛行機に実用機姿勢計画番号 N-40 として大型陸上攻撃機の開発が 内示された。中島飛行機はそれに基づいて計画を進め、翌1943年9月14日に正式な発注が行われた。中島飛行機は松村健一技師を機体主任として設計、開発を進め1944年10月には試作1号機が完成し、10月23日初飛行に成功。 しかし1号機はアルミニウム不足から計画性能が出せなかった。さらに格納庫への移動中にブレーキ故障で衝突事故を起こし機種を損傷。排気タービンも未完成だったため海軍への引き渡しは1945年1月になった。なお、試作1号機から3号機は機体の状態や偽装品の確認を主に行い、 排気タービンや並走を完備した機体による最終的な性能試験は試作4号機以降に予定して高性能を期待されていたものの後述する事故や空襲、機体自体の製造中止もあり実際の試験飛行は十分に行われなかったため実性能は不明瞭なままで終わっている。本機は試作発注からわずか1年で初飛行するという大型の新型機としては 異例の速さで開発されたように見えるが、この時期の海軍機姿勢計画にはあらかじめ実用機姿勢計画番号が与えられて、事前研究が行われるようになっており、連山も試作発注時にはすでに木型審査を終了、機体製造に要する図面やジグの手配が進んだ状態であった。試作の内示はあくまで内示に過ぎず、正式な発注の年次によって、 身を冠した名称が与えられる。一部戦後の出版物には、17私立校注文書、などという記述も存在しているが、一時資料である、海軍の文書上での記載は、18私立校、でありこの点は疑う余地がない。また、海軍機の始成時に、注文書という文書が発せられることもない。なお、17私立校の名称は、 川西の計画機に与えられている。海軍に領収され追い浜飛行場を拠点に試験を開始した連山1号機と2号機であったが、1号機は試験飛行での着陸時に後部胴体が折れる事故を起こし、検証の結果当時使われていた胴体の強度規定が全車輪式の機体に対しては不完全であったことから修繕とともに解説計が行われた。 お浜飛行場が狭く機体重量を増した状態での飛行には不向きであったこと。また、同年2月以降は、関東地方にも米軍による空襲が激化し、連山1.25号機はこれを避ける目的からも3月に、三沢海軍飛行場へ空輸され、過過重状態を目指した飛行実験が行われたが、 戦局の悪化により1945年6月に連山の試作計画自体が中止、排気タービンを使用した試験は実施されないまま8月に同地で空襲を受け破壊された。中島飛行機は小泉製作所で試作後から8号機の胴体を製造した段階で以後の作業を中止、隣接する小泉飛行場には完成済みであったが、 未領衆の試作3号機と4号機の2機が残され、1機が空襲により、大破、一部を破損した1機だけが終戦時に残されていた。この機体は米軍に接収され、三沢から運ばれた1号機や2号機の残存部品も流用して、修理を行った後1945年12月には、小泉飛行場から追い浜まで、米軍の監視を受けながら空輸。 横須賀で船積みされアメリカ合衆国本土へ移送された。移送された機体は1946年6月、ニューアーク陸軍基地からオハイオ州パターソン飛行場までの480回里を26ノットの向かい風の中時速110マイル、3時間10分で飛行、さらに1回の試験飛行を実施したが米軍による再整備後も、 全力運転可能なエンジンが4機中1機のみとなるなど、機体の状態が悪いことから、以後の飛行は、中止、基地内で空軍博物館の展示予定機として保管されていたが、朝鮮戦争中に廃棄処分となっており現存する、機体はない。連山の派生型としてはエンジンを派43に、乾燥した、連山改めが計画されたほか、マリアナ諸島やフィリピンでの戦いが、 日本の敗北に終わり、特攻作戦が主体となった情勢に合わせて、王家33型の武器として選定された。さらに、連山1機を製造するのに例1010機分の資材を要することから、アルミニウム資源枯渇対策としての構成機体の連山改めを1944年から、中島飛行機は鉱材を扱う、完成本部の協力を得て、研究、設計中だったが、 これらも1945年6月に計画中止となった。中島飛行機では、その前の4発機、深山の失敗もあって17年から設計検討に入っており、その意味では17の考え方もありますが海軍からの試作命令は18年になっている。ありがとうございます。